ありがとう。今日はありがとう。あとちょっと。ちょっと近く。こんばんは。メールを2と3送ったのに。どっちも止められちゃいました悲しいファンの人だけにさ伝えたいことがあるからさメールがあるのにさ届かなかったらさすごい意味ないよねって思っちゃうよいしょ今日の服みんなが褒めてくれたありがとう来てくださった方イヤリング片方なくしちゃった話したいことはもうちょっと人が来てからにします何回も話せないのでその間に今日飾ろうと思ってたやつメールでね本当は全部話そうと思ったの絶対ショールームだったらまた泣いてみんなのこと心配させちゃうから今日はあのショールームせずにねメールで全部伝えようと思ったんだけど見事に止められちゃいましたその間に今日飾ろうと思ってたやつ止められたら止められたってわかる遅れてないみっちゃんがメールでホームありがとうみっちゃんメールでゆっちホームの飾り紹介して褒めてくれてありがとうそうみんなが写真撮ってくれては飾れなくて全部撤去されちゃったんだけど本当はね今日のテーマはお花屋さんで、ね、いっぱい作ったのみんな安心して歌唱力は全然大丈夫だった本当に歌唱力はあの本当にバッチリだから歌唱力がうまくいかなくてあの決定戦歌唱力決定戦の収録がうまくいかなくて泣いてるんじゃないのだからそれは安心してほしいなめちゃくちゃうまくいったよちなみにみんながメールとかで応援してくれたおかげであの緊張せずにできましたバッチです期待してくれて大丈夫ですこういう感じでそう今日は予選のなんか収録撮ったこんな感じでね飾ってね見てこれも作ったのお庭に浮いてるなんていうんだっけこういうやつお花が作ってすごいこれ作ってる時楽しくてみんなどういう反応するかなって思ってめっちゃ楽しかったんだけど全部手作りもっとねあるのこっちもあってこれも1個作ってあのツタはさすがに買ったんだけどこれはもともと人工芝に青いフェルトをつけて石は折り紙で作って真ん中のお花は作ったそうこれも作ったこんな感じでよいしょあみんなギフトありがとうこんな感じでち
飾りたかった。みんな起きてるかな、まだ。今日来てくださった方に本当に謝罪をしたいです。ナピオに幼稚園の先生になりなよって言われたすごいよってこれが貼られる予定だった。見える？もうちょっと遠くにしたいな。もう作ったリース、お花屋さんにしようと思ったんですけど、なんかね、ガーデニングみたいな、ちょっとお花屋さん難しい。植木鉢とかどうやって作ればいいか分かんなくて、持ってくのは重たいしと思ってたらガーデニングみたいな、ちょっと感じで。いや、ね、赤白黄色のチューリップもちゃんと作ったの。あ、落ちちゃった。白紙から飾りたかったな。赤白黄色、これね、飾ってる途中に隣のレーンの人がチューリップの歌を歌ってくれて嬉しかったです。隣のレーンだけどこんな感じで、お花もね、いっぱい作ったの。お花もね、こんなにある一個ずつちゃんと作ったの。かわいいでしょ。あ、押さえよう。ハンダで押さえた。もう貼るとこないよ。やだな、これ全部無駄になっちゃったのが悲しい。今日限りです。で、あとはここ、これをこんな感じで並べて、もうそろそろ人集まってきたかな。よいしょ。ちょっと携帯
お花いっぱい作った。これも置きたいけど置けないので、しょうがない。よいしょ、暑い。ちょっとクーラーつけさせてね。うん、では何があったのか。全部手作り、もちろん全部折り紙とか一から作りました。こんな感じ。誰か写真撮って、もう悲しいから写真撮って。でこんな感じで、ももめで送った、ももめで送ったけど止められちゃったから今やった。ではすっきりできるのにゆっちの前をまっすぐに言っていいんだよ、ありがとう。なんかはい、まずなんか今日本当に本当に楽しみにしてて、あの本当に歌唱力がダメだったから泣いてたとか、あの前の仕事が長引いたから練がなかなか始まらなかったとかじゃないんです。本当にもう 2,3 時間前から会場には着いてて、もう全然準備バッチリの状態で、レンのところにも15分前ぐらいから行って、私は用意をしてました、これのね。でまあ途中まで飾り付けして、よしあともうちょっとで終わるなっていうところで、もうちょっとで終わるなっていう時に、あのスタッフさん、あの SKE の、ね、マネージャーさん、私のマネージャーじゃないんですけど、なんか前のマネージャーさんに呼び止められて、なんかやりすぎなって言われて、あなんか笑いながら言われたから、あーすいませんって、あのか最初は軽く流してたんですよ、ごめんなさいって、やりすぎでしたかみたいな、これからちょっと気をつけますぐらいでね言ってたんですよね。なんかやりすぎなければ飾っていいけど、ちょっとこれはあのいやここまでしちゃダメだって言われて、すいませんこれからは気をつけますって言ったんですよね。そしたらなんかファンの方がもうレーンで待ってたんですけど、そのファンの人がもうこの距離でいるのに、なんかこの距離の近さでその飾り付けがどうのこうのっていう話を、もう本当にレンもあと2分ぐらいで始まる時に言われちゃって、ね、ファンの人もそんな目の前でマネージャーさんとメンバーがそんな真剣な顔で目の前で喋ってたら心配するじゃないですか。だから私はあのファンの方にちょっと心配させちゃうので、あの後ででも本当にすいませんです、申し訳ないんですけどお話は後ででもいいですかって言ったんですよ。だからなんかそんな態度するならもういいよって言われちゃって、それがすごく悲しくて、本当に本当に悲しくて、えって思っちゃって、でもまあそのマネージャーさんはもう行っちゃったんで、あのまあ飾り付けを最後の段階までしようと思って飾り付けてたら、あのもっと偉い人を呼ばれて、なんかその京都の握手会の時に注意されたのに、なんでまたあの装飾してるんだって怒られちゃって、でも私京都の時怒られてなくて、むしろスタッフさんも手伝ってくれたし、あの今日もすごいねって褒めてくれたし、びっくりしちゃって、なんか話が変えられちゃってたんですね。なんかまた
あの叱られたのにまた持ってきてるって言われちゃって、注意されてないのに、ね、なんで話聞かないのってなっちゃって、ね、そのでびっくりして頭が追いつかなくて、一回楽屋にそのまま戻っちゃったんですよ私が。でそのもうちょっとあのいいって言われたので、あの京都の時はいいって言われたから飾ったので、ちゃんと確認してくださいってちゃんと確認してくださいって言ったんですよ。だけどその後もあのなんだろう、ちゃんと確認をしてくれなくて、確認してもなんか人伝えで言ってくる感じで、こうやって言ってましたとかこうやって言われましたって言われちゃって、ね、なんだろう、そのちゃんと反論したんですけど、でもあのもうその時は連が始まってて、もう開始10分とかでファンの方も待たせてるし、あの今片付けたらその時間もまた取っちゃうじゃないですか。しかもファンの方も楽しみに待っていてくれるのに、そんな目の前で片付けることはできないと、あの伝えたんですけど、ね、だからあの9部は必ず片付けるから、8部だけはもう時間もないしこのまま出させてくださいって頼んだんですけど、確認してくるって言われてから15分経っても誰も来なくて、でそれでなんかずっと皆さんを待たせちゃって、で15分経ってやっと来たと思ったら、またさっきと同じマネージャーさんね、ね、あの片付け、あのやめるか片付けて出るかって二択だって言われちゃって、なんかみんなに会いたいし出ないなって、絶対できないから出たんですけど、どんどん話が変わっちゃってて、スタッフさんほとんど全員に誤解されてて、もうみんなに囲まれてなんか怒られたのもすごい怖かったし、怖かったし、でも私がちゃんとあの京都の時はいいって言われたかもしれないけど、今日はいいとはあの聞いてなかったので、今日も確認してなかった、私も悪いし、悪いんですけど、それでも辛くて、それで出ますって言ったら、なんか須田さんがその時に来て、須田さんがあのどうしたのって、泣いてるのって言って、でその装飾をしたら、この前はいいって言ったのに今回はダメって言われて、あの怒られちゃいましたって言ったら、あの装飾ぐらいいいでしょうって言って、マネージャーさんに言ってくれて、そしたらマネージャーさんがあの上がダメって言ってるんでと、はなんかマネージャーさんっていうか私のマネージャーじゃないんですけど、ダメって言ってるとか、もうそういうルールなのでとか、ずっとそうやって言われちゃって、そしたら須田さんがなんか、あなたが言っても何も変わらないんだから、ちゃんとそういう話、そういう決まり事な
決まり事があるんだったらあなたじゃなくてちゃんとその上の人を呼んできてちゃんと話し合いさせないといけないでしょって言ってくださって、それでちゃんと確認しに行ってもらって、スタさんが助けてくださって、でも、まあ、結局その裏に入ってる間に勝手に剥がされちゃって、ちゃんと泣き止んでから出てたんですけど、なんもない例を見て悲しくなっちゃって、みんながたくさんあのアドバイスとか出してくれて考えたのをいっぱいなんか作ったから申し訳なくて、悲しいです。とっても何の面もしたのに握手言ってくれてありがとう。いやもう本当に泣き顔でごめんなさい。でも本当なんか最初はそのやりすぎって言われたから、あ少なくすればいいんだって思ってたら、なんか急になんか態度変えられちゃって、私もそれで頑固になっちゃって八分だけ飾り付けさせてくださいって言い続けたのも悪かったんですけど、でもそれね、あの帰りの時間が間に合わなくて霊抜けさせちゃったり、皆さん待たしちゃったり、疲れてるのに本当に30分も待たせて本当にすみませんでした。30分ってすごいよね。30分待たしたのに延長10分しかできなくて本当にすみませんでした。でも本当に今まで体験したことないぐらい、本当に初めて完売した日で八部が、今まで体験したことないくらいたくさんの人が来てくださって本当に本当に嬉しかったです。でもその初めて会いに来てくださったのにいつもの私でいられなくてごめんなさい。これが今日のなんで遅れたか、なんで泣いてたかの全部です。かな。でもその中でもなんか頑張りを認めてくださるマネージャーさんもいて、私のなんか、なんだろう、マキコさんとかもすごいねって言ってくださって、もう装飾はねもうできないんですけど、多分これからもできないんですけど、装飾なくても楽しい握手会にできるように頑張るので、また来てください。はあ、ごめんなさい、本当に。まあね、私の今のマネージャーさんはたくさん相談乗ってくれたり、待ってる間もずっと慰めてくれたり、ちゃんとあのそういう本当に頼りになる優しいマネージャーさんもたくさんいます。
今日も私が悪いのに一緒に謝りに行ってくださったり、とにかくその時間を遅らせたことを謝ってほしいと、上の人に謝ってほしいって言われちゃったんで、それなのに一緒についてきて一緒に謝ってくれたり、たくさんの人に迷惑かけて本当に申し訳ないです。ありがとうございました、来てくれて。なんか最初本当に涙が止まんなくて、今日本当にみんなに元気あげれないなって思ってたんですけど、もうキューブはなんか泣いてたことなんか嘘かのように、なんか八分でみんなに元気もらいすぎてめっちゃ元気になっちゃって、多分みんな困惑してたと思うんですけど、あれさっきまで泣いてたよねみたいな。それが嬉しかったです、みんな。でも今日ブログの日じゃないし、メールも送れないし、なんか何にもその 前に並んでなかった人はわからないじゃないですか、何があったかなんて。だからそのあれこの前めっちゃ飾ってあったのに今日は全然ないねってなった方もたくさんいたし、それも悲しくて、すごく用意したのになって思ったら泣けてきちゃって、こんな配信する私もなんかどうかと思うんですけど、とりあえず話したいなって思って、みんなありがとう。本店はなんかいいみたいなことを最初言ってたけど、後から本店もダメみたいな、なんか話がどんどん変わってっちゃって何言ってるか分かんなかったです。明日何公園行くから全力で一公園する。ありがとう。明日めっちゃ目腫れてるかも。今から目冷やします。めっちゃ気持ち軽くなった、ごめんね。なんかめっちゃみんなに話しちゃった。でもそのファンの方をすごいファンの方のことを考えてすることはなんかいいことだから、これからもそういうことは続けてねって言ってくださるマネージャーさんもたくさんいて、なんかちゃんと見てくれてる方もいるんだっていうのは嬉しかったです。ありがとう。ちょっとすっきりした。こんなこれどうしよう、もうみんなにプレゼントしたいぐらい。プレゼントしたい、捨てたくないよ、飾ってないのに。欲しい。あげたい。ありがとうみんな。
生誕祭で使う？使っちゃう？また怒られちゃうわそんな。なんかねボードとかもなんかあんまり飾るのダメみたいで、なんかうんこれから本当に本当にもう私しかいないみたいなまあメインしかいない、そうそう、ボードとかもあんまり飾れなかったりしちゃうかもしれないけど、絶対に楽しませるので来てね。ゆちが泣いたっていうからまたファンに感動させられないのかと思った。それもある、それもあるし、ありがとう。もうこうなったらゆちが仮装してくる、毎回仮装めっちゃ面白いじゃん、うん、体中に風船つけていこうかな。多分研究生だからなんかね、それも違うみたい、研究生も普通の正規の人もダメみたい、 SKE はダメらしい。空飛んじゃうかも、パンちゃんみたいに飛んじゃうかも、ヘリウムガス入ったやつつけたら。ありがとうみんな。うんとこれからもしね、これから一歩相談してこれはやっていいよって言ってもらえたらちょっとやっていくので、また楽しみにしててください。いろいろ言うなら最初から基準を文章化、何文章化してとかなきゃ。ごめん、なんかいっぱいポロポロ喋っちゃったから分かりにくかったかも、ごめんね。飾りがあるかいつの家に行ってるわけじゃないから本当にありがとう。あ、お花屋さんしたかった理由、お花屋さんしたかった理由はお花が好きだから。なんか SKE 入ってからたくさん皆さんがお花くれて、私お花本当に大好きでめっちゃ飾ってて、なんかお花屋さんいいなって思って単純な理由です。サイリウムも赤白黄色っていうチューリップだから、もうお花屋さんしか思いつかん。本当はねもっといっぱい会いたいことあったの。これから考えてたのは9月7日はこっちゃんとねセーラー服着るって約束してたから、なんかあの橋、コント劇のあの橋の下でを再現できたらいいなと思って、なんか学校っぽい装飾品9月7日はしようと思ってて、その後はなんか私蜂蜜がすごい好きなので、蜂蜜っぽい空間蜂蜜っぽい空間ってなんだろう、なんか折り紙とかなんかで蜂さん作ったり、なんか壁をね、壁に黄色いフェルト貼ってなんか蜂蜜の中みたいなプーさんみたい、そうプーさんみたいなことしようと思ったり、あとはなんか、え待って、なんかすごい光ってる、何これ、あとはね宇宙空間作ろうとか
頭痛い。え、なにこれ、めっちゃ光ってる。なにこれ、映ってない。タワー、秋バージョンのタワー。え、誰誰、わかんない、どれだろう。え、ありがとう。え、誰で、出てこない。どこにあるんだろう。なんでさ、ショールームのギフト全員映らないの。え、いないよ。誰、魚アットマークペンペン神吉さんじゃない、トキさんかな。トキさん、ありがとう。タワー、え、なんかありがとう。え、ごめんなさい、こんな配信で申し訳ない。ありがとう、嬉しいです。